昨日の朝と同じように今朝も雲に覆われている仙台市内です。県内は明け方にかけては気圧の谷の影響で雨や雪が降ったところもありました。大崎市の太郎くんの写真を見ますと少し、日差しも出てきていますね。今日はこの後もですね、こうした写真のように明るい曇り空というところが多くなりまして、暖かな空気が流れ込むため最高気温は10度くらいまで上がるところが多くなりそうです。夜はわずかに雨や雪の降る可能性がありますので、折りたたみ傘があると良いでしょう。